エルン・ストルビッチ、エルン・ストルビッチ、エルン・ストルビッチ、1892年1月28日から1947年11月30日は、ドイツ出身の映画監督、映画プロデューサー。ベルリン生まれ、洋服屋を営むワシケナジムの両親に育てられる。16歳の時に高校を中退し、人気喜劇俳優、ビクトル・アルノルトに弟子入りする。 出演のほか、小道具係や、照明の助手なども務める。1911年、マックス・ラインハルト率いる劇団に入団。翌年、ラインハルト監督の映画に出演。1913年、映画界からその典型的なユダヤ人の要望を買われ、コメディアンとして勧誘される。主演作、アルプス高原のマイヤーで愉快なユダヤ人のマイヤーを演じ、 好評を博す。その後、ユダヤ人のマイヤーあるいはモーリッツを主人公とする短編シリーズものに多く主演した。1914年、自身主演の短編喜劇、シャボン玉城で監督デビュー。1916年、ッシー・オースバルダを見出し、複数のコメディを監督。オスバルダは、ドイツのメアリー・ピックフォードと称され、人気者となった。 1918年、初の長編映画、シュ目》を発表。同年、シュ目》に続いて、同じくポーラネグリ主演のカルメンは、欧州中で大ヒットし、ネグリを大スターへと押し上げ、ルビッチの名を国際的なものとした。そして、夏季の王女では、後年、ルビッチタッチと言われた、細やかな表現の数々が、随所に散りばめられた。1919年、 刺激大作、マダム・デュワリー、米国公開時の大、パッションを監督。この作品はドイツ及び、欧州各地で大成功を収めた後に、いや毒感情が強かったアメリカで、ドイツ映画出ることを伏せて公開され、成功を収めた。この作品により、パウル・ダーフト・ゾン・率いる、ウニオン映画社、1922年に、ウーハーに九州の看板監督としての地位を固めた。 1922年、ハリウッド一の大スターの一人だったメアリー、ピックフォードに招聘され、渡米。1923年、ピックフォードの主演映画、ロジタを監督。その後、ワーナーブラザースと契約し、1924年、結婚哲学や1925年、東西女大学などの作品を撮る。この頃から、人物の位置や視線などの映像表現によって、 人物の感情を描く独自のルビッチタッチを確立していく。1927年にはメトロゴールドウィンメイヤー社に移り、翌年パラマウント社に移籍。モーリス・シュバリエを主演に迎えたトーキー第一作の1929年ラブパレードや1931年陽気な注意さんを監督。1932年の 極楽特急や1933年の生活の設計など工夫を凝らしたミュージカル映画や巧みな物語運びと宣伝されたセリフの秀逸なコメディを手掛ける。1934年にはパラマウント社の意向で制作も手掛けるようになった。翌1935年には制作主任に任じられている。同年、マレーネディトリヒにとって初めて、 ジョセフ・フォン・スタンバーグの元を離れて主演した真珠の軽食を制作。1935年1月28日、ナチスドイツによってルビッチのドイツ市民権が剥奪された。ルビッチはドイツに残っていた姉たちとその家族、亡き兄の遺持をアメリカに呼び寄せた。1936年1月24日、アメリカの市民権を獲得。1937年、 フランス政府からレジオンドヌール勲章を授与された。同年、マレーネ・ディートリヒ主演の天使を、1938年、ゲイリー・クーパー主演のコメディ、青髭八人目の妻を監する。1939年、MGM 社でグレタ・ガルボ主演のニノチカを制作、監督。独立した1941年には、宿女町特急を手掛ける。 1942年、ナチス占領下のポーランドからの脱出を計画する芸人知能姿を深刻にではなく、あくまでルビッチ的に描いた生きるべきか死ぬべきかを発表。1944年頃より心臓疾患を抱え、監督を休業。1946年に駒市で復帰。1947年、映画芸術への貢献により、 アカデミー賞特別賞を受賞。1947年11月30日、ベティ・グレーブル主演のミュージカル、あのアーミン・ケガワの貴婦人の準備中に、心臓発作で倒れ死亡。成功後、汗を流すために浴室に入り、そこで倒れたと、当時ルビッチ邸で居候していた弟子の、ビリー・ワイルダーは伝えている。その映画は、ビリー・ワイルダーやオズ・ヤスジローらの作風に影響を、 与えた。ワイルダーと西ベルリン映画、ジャーナリストクラブによって、1958年にエルンストルビッチ賞が創設された。毎年、ルビッチの誕生日に受賞式が行われている。多くの作品で、旧オーストリア・ハンガリー帝国を構成していた中央、ヨーロッパ圏で書かれたオペレッタや擬曲を原案とし、ベルリンのキャバレー芸などのショービジネスの伝統をアメリに、 移植し、ハリウッドコメディの礎を築いた。日本では当初はルービッチュと表記されていたが、現在は一般的にルービッチュと表記されているものと思われるが、ルービッチュが原音により忠実である。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。